市原稲荷神社は、愛知県刈谷市の司町にある神社。旧社格は豪社。クリップ初代刈谷藩主の水野勝成伝承によると、かつて海中から浮かび上がった、ご神体を白虎が加えて陸に上がったため、村人たちが社を建てて、稲荷大名神を祀ったという。市原神社鎮崎は、白地4年に、亀佐山に社殿を創立したのが、市原稲荷神社の始まりであるとしている。 天文2年に水野忠政が狩野城を築城した際、水野忠政は市原稲荷神社を現在地に移転させ、封建や神明を堅納して祈願書とした。永禄三年の桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれた際、敗走する今川方の鳴海城城代岡部長卿は狩野城を襲撃し、怒りに任せて市原稲荷神社の社殿も焼き払った。 しかし、社殿は、A65 年に再建され、カリア城の初代藩主である、水野勝成以降、歴代カリア藩主による寄進を受けた。万寿元年には、稲垣重明が、重病に伏して、一向に回復しなかったため、市原稲荷神社に対する不敬が原因と判断し、神域を拡張して、一層深く数敬するようになった。稲垣重綱が、カリア城に違法された、 慶安4年以後、稲垣市の時代には市原稲荷神社、野田八幡宮、地流神社が領内三社とされている。宝永5年からは1年おきに春祭りの礼祭が行われるようになり、最盛期には16代もの出汁が出たとされる。完成2年に当地が福島藩領となっても数計は続き、福島藩主が三河国を訪れるとざわざわ、 一原稲荷神社と地流神社に参拝するのが慣例だった。1872年には豪舎の社格に定められた。大正時代には石像のオー居リーや石像の狛犬一体が築かれた。鎮座1350年となる2003年には宇治子から多額のみが地め料を募り、社殿や社務所の新築などが行われた。カリ城の南西に位置する。 三河国と尾張国の境界を流れる境川、藍島川の東岸に、やや南北に長い境内を持つ。名鉄三河線刈谷駅より、徒歩15分、JR 東海道本線藍島駅より、徒歩20分。境内の北西部に、本殿や拝殿があり、拝殿から南側に山道が伸びている。本殿や、拝殿の東側に、山の神社、猿田彦社、内月社、 春日社が南面して建っており、その南東側にカ屋神社が建っている。林の中に入川社があり、弁天池に作られた包み状の参道の先に敷島社が建っている。文政9年に廃人の中島秋居が亡くなって10年余りしてから、秋居の門人や友人たちが市原稲荷神社の鳥居前に高さ5メートルほどの区費を建てた。毎年夏に、 万道祭りを開催する刈谷市銀座二丁目の秋葉神社は市原稲荷神社の兼務者の一つである。ありがとうございます。